はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は許可をいただきましたので、1998年3月30日に行われました王位戦リーグ村山聡八段対木村一基四段の一局のハイライト解説やらせていただきたいと思います。木村一基四段といえば今でこそ九段に昇段されているんですが、当時はまだ新人棋士でございました。この将棋は村山聡八段にとって最後の生涯最後の一局となったんですが、非常に内容的にも素晴らしい一局でしたので、ぜひご覧いただければ幸いでございます。将棋は木村四段が先手で角換わりに進行していきました。そして村山八段が6五歩と序盤早々積極的に位を取って主導権を握りに行きました。村山八段といえば終盤は村山に聞けという通り、非常にこう終盤力に定評のある棋士なんですが、谷川九段はむしろその引っ張り込むような序盤力を非常に高く評価しておりました。気がつけば村山八段がペースを握っていて、そのまま高い終盤力を生かして押し切ると、それが勝ちパターンだということですね。今6五歩と突いて、そして木村四段が6八玉と上がりました。将来的に6四角を打とうという構想でございます。で、5二金、7九玉、4一玉、9六歩、9四歩、3六歩と進行していきます。このあたりは普通の駒組みですね。で、現代だと5八金型に変えて4八金、そして4七銀、2九飛車という形がかなり増えてきたんですが、当時は5八金型が主流でございました。で、ここで3三銀と上がっていきました。で、木村四段は8八玉と8八まで王様を入城させまして、4四歩に4八飛車と右四間飛車の構えで4五からの仕掛けを見せていきました。で、ここで村山八段は7四歩と突いて、7三桂と飛ぶ含み、そして将来的に6四角と打った時に、角を7三に逃げられるような含み、この一石二鳥の一着を指して先手の仕掛けを待ちました。で、木村四段としても、例えば2五桂などと跳ねた時は、特化し合いでこの3七角を確保しなければいけませんので、その3七角の筋を緩和するためにも1八香車と上がりました。これで将来2五桂と跳ねても3七角が飛車と香車の両取りにならないということですね。で、村山八段はこのタイミングで6四角と打っていきました。仮に4五歩のような仕掛けには3七角成と桂馬を取る筋があるので、先手から4五歩が突きづらいというのが大きなメリットですね。そして木村四段は4七金と上がって、4五歩をつけるように手厚くしていきました。で、村山八段はこのタイミングで7三桂馬と跳ねて先手の攻めを待ちます。で、木村四段もすぐ仕掛けてもうまくいかないと見て4九飛車から、1九飛車の展開を見せていきました。で、村山八段も4三銀と引いて、これはちょっと油断のならない一着で、例えば先手が放っておくと5四歩から5五歩で5六の銀を取ると、そういう構想もあります。で、木村四段は6九飛車と回って6六歩同歩同飛車ないし同銀という攻めを見せていきました。で、ここで村山八段は6二飛車と追随していきます。で、6五歩からとうとう先端が開かれました。同歩に同飛車とさばいて木村四段が好調なようなんですが、ここで6五歩と村山八段は抑え込みに行きました。仮に同銀と取ってしまうと同桂同飛車に9七角成で同香6五飛車と飛車がすぬかれてしまいますので、村山八段は木村四段は6九飛車と逃げていきます。そして村山八段は一度上がった銀を5四銀と再び戻して6筋を手厚くしていきました。で、場合によっては5五銀とぶつけてしまうと、そういった狙いですね。そして木村四段は1九飛車と待って端からの攻めを見せていきます。ほっとけば1五歩同歩1三歩とかが、例えば8二飛車とかだったら、1五歩同歩1三歩と、こういった攻めが一例として挙げられます。同香なら2五桂馬と跳ねて銀と香車の両取りになると、成立しているかどうかは難しいんですが、一例としてそういった攻めがあるということですね。ということで村山八段は2四銀とあらかじめ先に受けていきました。これが手筋ですね。で、木村四段も1五歩が封じられましたので2九飛車とじっと寄っていきました。で、村山八段は3三銀と引けます。これで以下1九飛車2四銀というちょっと千日手含みの展開があったんですが、木村四段は先手なので1七香車と打開していきました。以下2二玉に
18飛車と上がって、ま、19飛車、18香型よりは、6四角に睨まれていない分、こちらの方がいいというふうに見たわけですね。で、村山八段は3一玉と、後手番なので、ひたすら手待ちに徹しておりました。ま、カウンターが、例えば、8六歩同銀、5五銀などのカウンターを見せつつ、待機しているという状況ですね。で、木村四段はここで2五桂馬と完全と仕掛けていきます。まあ、こうなるともう止まりませんので、村山八段は6六歩と突き出していきました。これが鋭い一着ですね。仮に同銀でしたら、8六歩、同歩、同角というのが厳しい攻めとなります。次の5九角成と、6六の銀取りを見せた、非常に厳しい一着ですね。まあ、ということで、木村四段は6六歩に対して6八歩と誤りました。まあ、一時的に大きな利かされになっていそうなんですが、まあ、次に6六銀と取る味もありますので、まあ、決してただの屈服ではないということですね。で、村山八段は2二玉と何もせず上がっていきました。で、ここで、まあ、6六銀と取るような手は8六歩同歩同角で相変わらずちょっと危なそうということで、木村四段は3五歩と突っかけていきます。で、同歩と取らせて、場合によってはこの3四桂と打つようなラインも作りつつ、あと3三歩と叩くような手もあるということですね。で、6六銀と取っていきました。これで、村山八段は慌てず騒がず4三金と上がっていきます。非常に手厚い格好ですね。で、木村四段はここで8三角と打っていきました。7四角成を見せていきます。仮に平凡に6三銀と引いてしまいますと、5五銀すぐという感じで、角が詰まされてしまいますので、木村四段の攻めに対して、村山八段は、一回6五歩と押さえて、7七銀に6三銀と、7四角成を封じていきました。で、次、例えば、歩が入れば8六歩同歩、8二歩のような攻めで、角が詰まされてしまう筋もあるので、木村四段は7五歩と、攻めていきました。で、同歩なら7四歩と桂頭攻めが決まるわけですね。で、同角に対して1五歩と完全と攻めていきます。で、同歩1三歩と進行いたしました。このあたりは先手が少しペースを掴んでいたという状況でございました。で、まあ、ただ、後手としても8六歩から8二歩という楽しみがありますので、まあ、まだまだいい勝負というところですね。で、木村四段の攻めに対して村山八段は同香と応じます。で、同桂成、同銀。で、ここで、単に1号香車と走ったために、村山八段に1四歩と受けられて、ちょっと先手が苦戦になってしまったようです。まあ、ここでは実は、4号歩とついていれば、むしろ先手の方が有望な形勢でございました。まあ、仮に同歩なら、1号香車とそこでさばきまして、1四歩なら、一回7六歩と打ちまして、で、6四角なら、まあ、1四香車、同銀、同飛車から、こう6四飛車と、その、今下がらせた角を取って、同銀、5一角という要領で、まあ、先手陣非常に硬いので、これなら先手がやれていたという状況ですね。まあ、ということで、村山八段としても、単に1号香車だったので、1四歩で指しやすさを、感じたんじゃないかなと思います。で、以下、同香、同銀で、同飛車と取ってしまうと、1一香車などで飛車が詰まされてしまうということで、1五歩と打っていきました。で、同銀に同飛車ですね。で、ここで1四歩と村山八段が打つんですが、でもちろん取れば、さっき言ったこの1一香車や、まあ、どこから打つか難しいですけどね。まあ、1一香車などで飛車を詰まされてしまうということで、1九飛車とじっくり引いていきます。で、村山八段は満を持して、8一香車と打ちました。非常に味のいい一着ですね。角取りに当てつつ、まあ、7一銀、4二飛車、6一角成で、実戦は角を逃がしたんですが、まあ、この手が、8一の香車が、こう、先手陣の玉頭に直撃しているというのが、急所の一着でございました。で、村山八段は8六歩と、その8一香車の利きを生かして、完全と攻め込みました。で、同歩に、8七歩がまた迫力の一着ですね。で、仮に同金だと、8五歩と合わされて、ちょっと、収集がつかなくなってしまいそうなんで、木村四段は7九玉と貸したんですが、それでも8六香車というのが強烈な攻めで、後手が絶好調の流れとなりました。で、1三歩と木村四段がなんとか端に綾を求めていくんですが、4一飛車と引くのがまたいい手ですね。
これで8三馬のように引いてしまうと7一飛車と取られてしまうので6二馬と下がるんですが、まあ、そこで6六桂馬がまた強烈な一着となりました。ちょっともう受けもなさそうなので木村四段は1四飛車と攻め合うんですが、まあ、そこで1三桂がまたいいですね。仮に1一歩のような手だったら、まあ、場合によっては1八香や1九香車で次1二歩成同歩同飛成と端を突破するような手がありそうだったんですが、まあ、強く1三桂と跳ねるのが好手で、ちょっとこれで先手の攻めが繋がらない格好になりました。以下、ここで木村四段は3四香車と打つんですが、同金同飛車に3三金と上がったのがまた力強い一流の好手順でした。もし3三金に6三馬と銀を取れば3四金と飛車を取りまして、でこの瞬間実は先手玉が長手数の詰めろになっているんですね。4一馬と取って一見詰まなければ先手が勝ちそうなんですが、8八歩成から入りまして、で同銀に5九飛車と打ちます。で6九金と合駒するしかないんですが、7八桂成同玉、8八香成同玉と金銀2枚剥がしまして、8七歩が急所の一着になります。で同玉は8六香車から詰みますので7八玉とかわすんですが、そこで8八金6七玉と上に追っていきまして、6六香車7七玉に8六角と捨てるのが詰将棋のような後手順で詰みになります。村山八段が、まあ、おそらく終盤のスペシャリストの村山八段、まあ、終盤は村山に聞けと言われた村山八段でしたら、この詰み筋は、まあ、間違いなく見えていたんじゃないかなと思っております。で同玉に7五銀と打ちまして、まあ、7七玉9七玉もいずれもこの7三の桂馬が活用されて詰みになるわけですね。非常に手数は長いんですが、まあ、村山八段のことなんでおそらく読み切っていたんじゃないかなと思っております。飛車を渡すとちょっともう一発で崩壊してしまう先手は1四飛車とかわすんですが、そこで8八歩成がいい味ですね。ということで実戦は8八同金と応じたんですが、同香成同玉に8七歩が強烈な攻めとなりました。で同玉に8六歩ですね。これは非常に強烈な一着で、まあ、同銀だと同角と取ってしまっても有力になってまいります。まあ、ということで木村四段は7六玉と執念の粘りを見せていきました。でただここで村山八段に7一飛車と銀を拾う絶品の一着がありまして、まあ、ほぼ勝負ありかなというところまで来てしまいました。仮に同馬ですと8五金と打って6七玉に5八銀まで華麗な詰め上がりとなってしまいます。まあ、ということで7一飛車に対して木村四段は6一金と執念の受けで対抗していくんですが、8七歩成と成り捨てまして、これがまたきついですね。でちょっと王様が下に行っては勝てないと見た木村四段は5五銀というすごい勝負手をフィニッシュ出していきます。で以下7七と同桂6四銀と進行しました。6四銀も非常に手堅い一着ですね。同銀は同角で角の位置が安定しますし、またなかなかちょっとこれで先手が収拾のつかない形になりました。で実戦は8九香車と打って、まあ、将来の8七銀や8六金という攻めを受けていったんですが、まあ、そこで華麗な一着が飛び出しました。ぜひここは皆さんにも考えていただきたいですね。まあ、この8九香車に対して一撃で先手陣を沈める絶妙手があって、村山八段が勝利に近づいていきます。まあ、それが9七角成となったのが村山八段の素晴らしい一着でした。まあ、一瞬ちょっとよく意味がわからないんですが、要はその7五に角がいると7五に駒が打てないので捨てようということですね。でこれでまあ同香と取るしかないんですが、そこで7五銀打ちとがっちり打ちまして、以下、6七玉なら7六金と打って5六玉に5五銀同玉、そして5四強者という詰め上がりになってしまいます。ということで、まあ、実戦は7五銀打ちに対して8七玉と引くしかなかったんですが、8六歩と打ちまして9八玉に8七銀まで木村四段の投了ということになりました。がまあ同香と取るしかないんですが、同歩成
同玉に8六香車と打ちまして、9八玉に8八金打ちまでの詰め上がりとなります。ということで、村山八段はこの対局を含めて、生涯最後の5局は全て勝って5連勝で天国に旅立つということになりました。本当に天才棋士がもう最後の最後に見せた輝き、本当に素晴らしい将棋だと思いますので、ぜひ何度も盤に並べて味わっていただければ幸いでございます。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは、失礼いたします。